なんか雰囲気出てきた。アリスな。久しぶりだからな、こいつか。何かね、ポン尻か。それ、開ける。あ、やっこか。ポン尻串でございます。ちぎる。すごい。じゃん。とりあえずやっておきます。もう、食べ放題もええとこやね。うん、スパイスいろいろあるからね、順番に一本ずつ変えるとかどう？難しい。日本にしていくのかな。あ、出てきた。火が大きい。あ、串が。うん、串がね。どうなの？おお、おお。ああ、確かに上を下を。ほらほらほら。お、すごいすごい。ああ、藤井だ藤井。ああ、飲んで。うまい。うまい。めっちゃうまいこれ。おお。何を味付けしたか分かる、うん、スパイスは分からへん。あのトランプマンみたいにさ、炭火、鶏もも、鶏もも、誰も、うん、これもそう、うまいやったら今頃な、うん、群馬に向かってそう、あの今年は走ってた、諸事情によるそれ、いいだろうね、なんか行けなくなったのか、もろもろの事情によるこのためにいろいろ揃えたもんね、これもそうやけど、うん、あ、ご紹介させていただきます。4000円しないぐらいのタープやねんけど、結構評判が良くて、裏地がね、こんな感じで銀色になってる。あの太陽とかもね、太陽熱とか防げるような感じになってて、結構3メーターかけ4メーター建て方によってはテントみたいになることも可能です。ほんまはこれをなんかあれ、あの途中のアルパークでこれをするつもりだったよね。リーフの、うん、めっちゃいい良さそうなところやったの、温泉で、しかもめっちゃスペース広いこう、あの犬がおるから、そう、すごい丁寧にスペースの広いところを使ってくださって、わざわざな、また電話くれるんで、どう？うん、もう美味しい、居酒屋の味がする、うん、続きまして、うん、つくね、でかっ、うん、すごいね、ほら、50本のが、ネギの、ぼんじり50本ってこんなにぼんじりぽんじりしてる、想像つくやん。そこでどの段階で出来上がるのか、どう、うん、もうごめん、これここに入れたら泡だ、うん、ジョッキみたいになるはずやから絶対ちょっと味混ざるけど、うん、ほらほら、あ、ほんまや、ほら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 、
それ勢いよく入れたからじゃなくてかもしれない。何や、あーうまい。実際キャンプ行ってる時よりキャンプっぽいご飯を家で炊けてるまあこのねタープ1個張るだけで家でもね簡単にこう雰囲気変わってねキャンプ気分が味わえますんで、こちらのタープ商品のリンクは概要欄の方に貼っておきますので、興味のある方は一度見てみてください。いろんなね貼り方的にはこうやって車に貼ることもできますし、持ち運びも便利ですし、どんな形にも設営可能ということでね、かなりおすすめです。まあ今回はねこんな形で家で何回すんねん中華焼き鳥してみました。またこの天気の日あったらね何かやってみたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします、はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いいたしましょう。グッバーイ。